9年後、2013年か。ちゃうな、2014年か。夏。それからの日はあっという間に過ぎていった。私は大学進学と同時に、母さんのいる RCH にバイトとして入り、そのままそこに就職した。え、9年経って大学進学って、え ?9 年入って、9年後で大学進学で、あれいいなってそんな年だった？え？え？まあいいや。突っ込まんとこ。研究の結果、いろいろと分かったこともある。RCH の中には、敵を駆除するのが正しくない行いなんじゃないかと言って組織を離れていった者もいる。父さんもその一人だった。え、なんで？あれから私は敵を研究しつつ、小鳥と共に敵の駆除を行ってきた。その甲斐もあって、100体以上の敵を今日までに駆除することに成功していた。マジか。すごいな。ほとんどの敵は誰かに取り付いて、その人間と共にこの世から消え去るか、小鳥によって消滅するかのどちらかだった。この世界に敵が現れてからもう16年になる。もうほとんど敵は残っていないだろうと安心したのもつかの間、ある小さな島で大量発生したとの連絡を受ける。マジで。そういうわけで、私とココリは、小鳥は敵の出現が確認されたその島へと向かっていた。1998年以来、敵が新たに増えるという現象は一度もなかった。二度会ったこと、あったということは三度目もあるかもしれないということになる。今回の出現はその可能性を、なんて読むこれ、私有していたかな、わからん。もう少しで全ての敵を消し去ることができると思っていた矢先のことだ。さすがに気がめいる。はぁ、あ。フェリーの上で私は一人、重いため息を吐き出した。あんまりため息ばかりついていると、幸せが逃げるよ。今年で15歳になる小鳥が、私に話しかけてくる。もう高校生なんだ。幸せなんてとっくの昔にどっかに逃げてしまったよ。それもそうかもね。私の発言を冗談だと思ったのか、小鳥は軽く笑みを見せた。おう、笑うようになっとんで、小鳥ちゃん。私は結局、あれから少しも前に進めていないのだと思う。すべての敵を倒し尽くさない限り、私に新たな道なんて生まれない。そして、それは私だけでなく、小鳥にも同じことが言えた。身寄りもなく、ただ敵と戦うことだけを目的として生き続ける。そんな彼女の人生に幸せが訪れる日なんて来るのだろうか。この子はまるで人形だった。嬉しい時も悲しい時も、そんな顔をしているだけで、内側では何とも思っていない。ただ、みんなが笑っているから笑い、泣いているから泣いてみる。そんな作り物の感情を顔に貼り付けたただの人形。本物の感情を知らないただの人形。でも、その方が幸せなのかもしれない。ずっと戦い続けるだけの人生ならば、下手に笑みや悲しみを知るより、何もない方がきっと幸せ。だから必要以上に、小鳥のことは気にかけないようにしようと決めた。この子の人生を犠牲にすることになっても、私はやり遂げないといけないのだから。必ず。フェリーを降り、車に乗り換える。臨時で用意した RCH の支部には、先に到着した構成員たちが、機材の準備などで忙しく動き回っていることだろう。海岸線によって車を走らせる。ものの5分もしないうちに、小鳥が浮かない顔をしだした。なんだい？気持ち悪い。またか。お前は本当に車が弱いな。よく言うよ。いいながそんな乱暴な運転するから悪いんでしょ。非
否定はしない。だけど、この短い時間でよく酔えるな。いいか、一回止めてよ。外の空気吸いたい。仕方ないな。臨時支部はもう 目と鼻の先だ。あと少し走ればすぐに着く。だけど、まあ特に急いでいるわけでもないし、小鳥の要求に従うことにする。停車すると小鳥は助手席から抜き出し、堤防に腰掛けて海を眺め出した。しばらく待っても戻ってこない。仕方ないので私も降りて小鳥を迎えに行く。もういいだろ、行くぞ。うん。そう言いつつも小鳥は海の方を眺め続けている。何かあるのか。私は小鳥の視線を追って海岸を覗き込んだ。するとそこでは楽しそうに遊ぶ子供たちの姿があった。みんな中学生くらいだろうか。背丈は小鳥と同じくらいに見える。羨ましいか。そう聞く私に小鳥はすんなり、うん、そういうわけじゃない。あの人たちとは生きてる世界が違うから。そう答えて立ち上がった。さ、行こう。この島の敵全部倒さなきゃ。あの人たちのためにもない。小鳥はどこまでも無表情な顔でそう言って歩き出したのだった。その夜のことだ。その夜のことだ。小鳥と共に敵の排除に向かっていた構成員から緊急の連絡が入った。何？何だって？だから小鳥ちゃんが負けたんです。詳しいことはわからないんですけど、作戦中急に連絡がつかなくなって、探しに行ったら倒れてて、今も意識がなくて。呼吸が止まる。今まで小鳥が敵に負けたことなど一度もなかった。ここに出現した敵は私たちが知るものとは全く性質を持っているのが、全く違う性質を持っているのかもしれない。いや、そんなことより小鳥の容態だ。重傷でないことを願うしかない。もし二度と戦えないなんてことになれば、人類は敵を倒す術を失うことになる。大丈夫、きっと大丈夫さ。心配するな、いいな。心の中でそう唱え続ける。しかし不安はどこにも言ってくれなかった。そして小鳥は目覚めなかった。え、ベッドに横たわり眠り続ける小鳥の横で、私は一人途方に暮れる。検査の結果、小鳥の身体に外傷はなく、何の問題も見られないとのことだった。だけどなぜか目覚めない。原因がわからない以上、もしかしたらもうこのまま目覚めることもないのかもしれない。どうしてこんなことに。 RCH の研究員は敵との接触を避けるため、作戦中は遠くに離れて携帯か無線で小鳥と連絡を取り合っている。だから敵との交戦中、小鳥の身に何が起こったのかはわからない。たった一晩、たった数時間で人類は敵への対抗手段を失った。まだ確定ではないが、このまま小鳥が目覚めなければそういうことになる。諦めるしかないのか。もしかしたらこれは小鳥という一人の少女を犠牲にし続けてくれたことに対する報いなのかもしれない。こうなるのは当然の結果なのかもしれなかった。それでも簡単に諦めるわけにはいかない。私は誓ったのだから、何が何でも敵を全て消し去ると。まだ方法はあるさ。いくらでも探せば見つかるに決まっている。そう、例えば私が子供を作ればいい。妊娠してから敵に触れれば、小鳥と同じ力を持った子供を授かることができるかもしれない。あくまでもいいな、
敵を倒そうとしょんで、敵を倒すことに固着しすぎてトットのことは気にせんようになってしまった。相手は誰だっていい。その結果自分がどうなろうと知ったことじゃないし、自分の子供の人生を犠牲にすることになっても仕方ない。何を犠牲にしても私は必ず敵を全て倒してみせる。どんな手段を使っても絶対に。はい、というわけで牢獄の庭今回で最終回となります。完結おめでとうなんやけど俺は読み寄っただけやけんね。選択肢とかがあるゲームでなかったし、とりあえずエンターキーをポンポン押しちゃったら進む、そういうタイプのゲームです。牢獄の庭ね、最初の方から結構謎的な部分をどんどん出てきよったけど、それがようやく今回になって一気にはみ出された感じになったな。なかなかやばいゲームだったよな。雰囲気がすごかったし、俺結構ネタずやけんボケようと思っとったけど、ボケるような空気じゃなかった。結構かかったなこのゲーム。ネタすごいかって、 BGM や効果音と絵も綺麗だったけどね、それにストーリーが絡んで結構すごい完成度だったような、そんな感じのゲームだったよね。開発タクティクルシンパシー様です。友達と遊んだ帰り道、僕は一生忘れ物を僕は一人忘れ物を取りに学校へとやってきた。正門を向けて、なんだろうこれ、校舎内を目指すか。職員室によって忘れ物をした旨を伝えてから教室にたどり着く。あったあった。忘れ物のジャージをロッカーから引き出し、すぐに、つばを返す？てか今、りょうすけって名前出てきたけど、誰りょうすけって。りょうすけ。廊下に出ると、さっきまで話していた友達の言葉がふと脳内によみがえった。お化け、か。最近、この学校は夜になると謎のお化けというものが出現しているらしいとのこと。そういう類を信じているわけではないが、普段とは全く様子の違う夜の校舎は僕の恐怖心を逆なでしてくる。きっと気のせいなのだろうが、なんだか視線のようなものを感じる。ちょっとしたきしみに心拍数も上昇してしまった。早く出よう。歩く速度を早め、外を目指す。何事もなく校舎から抜き出した。何ビビってるんだか。早く帰って、夕飯食べよう。うつむき加減で、正門に向かって歩き出す。すると、ぼんやり地面を見つめていた僕の目に、誰かの足が映り込んだ。誰かが掘るんやな。ゆっくり顔を上げる。あ、そこに一人の少女が立っていた。ふと目が合う。どこか浮世離れした立ち姿、まるで人間じゃないかのような独特の雰囲気。街灯に照らされ光を浴びるその姿はとても綺麗だった。思わず僕は見とれてしまう。ねえ、綺麗な目ね。無表情な顔で僕を見つめ、少女はそうつぶやいた。僕に言ったの？少女は刻意とうなずく。綺麗な目、透き通ってる。
なんだか懐かしい気持ち。はあ、ようやく思考能力が回復してくる。君は？名前とか。あ、ごめん。名前を聞くなら自分から名乗らなきゃだよね。僕は涼介、愛坂涼介。涼介。私は小鳥、小鳥ちゃんなんこれ。小鳥が成長した姿なんだよこれ。佐藤小鳥。オウムガウスのように自分の名前をつぶやいた少女。記憶にはない知らない子だった。ここで何してるの？探していた。探す？何を？何か探し落とし物でもしたのだろうか。そんなことを思っていた僕に少女はぽつりとつぶやいた。そう、探していたの。敵を。え？敵ってあいつらがやっぱ。箱庭の歌、好評配信中。というわけでですね、この牢獄の庭には続編があって、今の出てきた箱庭の歌っていうゲームがあるんですよ。この牢獄の庭を楽しんでくださった続きが気になるなっていう方は、その箱庭の歌のプレイしてみるのもよしですし、俺も気になるんでっていうか、すごい楽しみなんで、次がね、実況でもやっていきたいと思います。なので自分でプレイするもよし、俺の実況をちょっとずつ見ていくもよしで、楽しんでいきたいと思います。というわけで、まあ次の牢獄の庭は最終回、次からはあの箱庭の歌っていうゲームをやっていきたいと思います。予告になりますね。だって気になるもんな、これ。愛坂涼介って誰やし、佐藤小鳥、小鳥ちゃんが成長して出てくるしさ、いいなやって成長してた姿出てきましたよね、さっき。オープニングみたいな感じのムービーでね、出てきた。そして敵との戦いはどういう局面を迎えていくのかって。これはもうやるしかないでしょ。というわけで、まあ、なんだろう箱庭の歌、近いうちにもしかしたらやると思うんで、その時はよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、牢獄の庭最終回終わります。ご視聴ありがとうございました。週明け